バロネス・オルツィ・バロネス・オルツィ、本名エマースカ、マグダレナ・ロザリア、マリア・ホセファ・バルバラ・オルツィ・バース等は、ハンガリー出身のイギリスで活躍した、小説家。バロネスは、男爵の女性系。オルツィの英語読みでオークシーと表記されることもある。歴史ロマンス作品、ベニハコベシリーズで人気を博し、安楽椅子イス探偵の先駆けと言われる、墨の老人シリーズでも知られる。 1865年、ハンガリーのタルナイル種の由緒ある男尺家に生まれる。家柄は、ハンガリー王アールパードの時代に遡ると言われ、父の作曲家見識者のフェリックス・オルツィ男尺、母のオス・伯爵家出身のエンマ・オルツィの間の、一人っ子、子供時代は父に、信仰のあった、バーグナー、リスト、グノー、マスネといった、音楽家たちに接して育った。2歳の時、 古作人の反乱が起こり、一家はブダペストに移った。後にブルッセルやパリで教育を受けた後、1881年にロンドンのヘザリー美術学校に入学した。ここでイングランド国教会の牧師の子、モンタギュー・バーストーと知り合い、1894年に結婚した。1899年に二人の間に息子も生まれたが、経済的には、 厳しい状況で、夫と共に、ザエンチャンテッドキャットなど、差し絵入りの子供向けの本を翻訳する。王立芸術院展に絵が掲げられるなど、差し絵画家として認められるようになる。自身も、翻訳の内職などをして過ごしていた。1890年代末から、歴史ロマン作品、皇帝の金色台を執筆したが、売れ行きはさっぱりで、短編小説を大衆雑誌に発表するようになる。 当時のシャーロック・ホームズの爆発的な人気に触発され、1901年にロイヤル・マガジン氏に奇妙な老探偵、墨の老人が登場するミステリ短編を書き始めた。歴史ロマン作品も諦めたわけではなく、1902年にフランス革命を題材に取った紅コベを完成させたが出版には至らず、1903年に夫との共作でこれを激化し、 ノッティンガムで公演、ついで1905年にロンドンのニューシアターでフレッド・テリー、ジュリア・ニールスン主演による公演が大成功し、4年間のロングランとなった。これで多くの出版社が観光を依頼に来て、1905年に小説の形で観光された。この後も続編を書き続け、10作以上にも上るベニハコベシリーズでその名を普及のものとした。 ベニハコベがヒットした後もミステリ短編は書き続け、墨の老人シリーズのほかロンドン警視庁の女性警官レディ・モリーが活躍するシリーズや、弁護士、パトリック・マリガンの登場するシリーズなどを発表した。推理作家の親睦組織であるディテクションクラブにも何度か顔を見せていたという。第二次世界大戦中はモンテカルロに移住したが、1943年に、 夫を病気で亡くし、別荘もイギリス空軍に爆撃されたため、イギリスへ戻り、ヘンリー・オン・テムズに住み、1947年に死去した。このジョン・モンタ・ギュー・オルツィ・パースとはスイスで英語教師になったが、ジョン・グレーニーのペンネームで小説の執筆もしている。ベニハコベに代表される歴史ロマン小説を数多く執筆し、現在まで盛んに読み継がれている。 過去に何度も映画化されている。ミステリーの分野では、安楽椅子探偵の走りとされる、墨の老人を登場させ安楽椅子探偵の形が決定づけられたことが評価されている。また女性探偵を登場させた、最初期の一人としても知られる。本名のカタカナ表記は、ゴンダマンジ監修、海外ミステリー辞典のオルツの項目より、オルツがイギリスに移った時期を、 ハワード・ヘイ・クラフト、20世紀著実家時点などでは15歳の時としているが、ヒュー・グリーン、シャーロック・ホームズのライバルたちでは8歳の時としている。ありがとうございます。